い、皆様こんにちは。今日の一歩先を編む先編みです。はい、編むウォーマーの2回目になります。前回48目伸びる細編みの作り目で編んで、6号針でまず4模様編みました。そして5号針で3模様編みました。次に4号針で3模様編んで、ここまでで10模様、ここが手首の位置になるように編んできました。でそれから親指のところに来るまで3模様編もうかなと思ったんですけど、もう1模様を足して4模様、8段ほど編み進んできました。今回はここから編み始めていこうと思います。ここが今、手首からずっと4模様編んできたところになります。でこの位置にマーカーをしています。それで模様の偶数段で終わりになるんですけど、その終わる直前のところから次の準備をします。偶数段で編み終えるところで、本来なら鎖5目でこの最初の目に行くんですけど、この度はここを立ち上がりにするので鎖2目と長編みで立ち上がりにします。はい、そして次が奇数段の模様段になります。でその時にこの位置を親指としていきますので、ここを飛ばすことになります。そしたら1目立ち上がってコマします。そして編み始めの印をしておきます。はい、立ち上がったら次にここに親指を持ってきたいので、この山を2つ飛ばします。鎖5目編みます。そしてこの鎖の山2つ分飛ばして、次の山のところに引き抜きをしますが、ここはずれない方がいいので3目目に入れて引き抜きをします。そしたら鎖1目コマ、そして模様編みを編みます。鎖1目長編み3目の玉編みをします。鎖して長編み3目の玉編み、そして下にコマ、鎖5目で次にコマ、この流れは今までと同じです。はい、1周編んできました。こちらで親指の穴を取ったので、この1模様分ほど減っているので、今ここまでで5模様になります。5模様編んだらいつも通り下の鎖に細編みします。そしたらここが次立ち上がりになります。でこの最初に作ったこの渡りの鎖5目は親指の時に使いますので気にしなくていいです。そしたらここから鎖2目長編みでこちらのところでつないでいきます。はい、これでつなぎができました。そしたらここから編み始めになります。立ち上がり1つコマ、
これで今偶数段ですので、今度は鎖5目とこまで一周編みます。1、2、3、4、5、そしたらまたこれまで通りこまします。1、2、3、4、5、こま、はい、この繰り返しでずっと偶数段編んでいきます。はい、偶数段を編んできました。そしたらここで鎖5目、偶数段の鎖段はこの立ち上がりの付近も最後鎖5目で引き抜きをします。そして次にまた模様段に行くために2目引き抜きします。そして立ち上がってこの鎖1つの模様を入れていきます。はい、これで今ここが状態になっています。親指の穴を作って2段編んできた状態です。で、あとこの辺りまで長さが欲しいので、あと、2模様分4段編もうと思います。この親指のところから数えると6段目なんですけど、この6段の終わりのところでは最後の準備をするために鎖の目数を調整していこうと思います。それでは今2段なので、あと4段で6段、6段目には終わりの準備がありますので、5段まで編んでいこうと思います。はい、そしたら親指の穴を開けたところから3模様ですね、5段編んできました。そしてこちらが5段目の終わりになります。終わりは鎖2目と長編みで終わります。そうしたらここから最終段のまとめに入ります。1目立ち上がり、コマは同じですけど、はい、これまではこの偶数段の時に鎖5目を編んできました。で、まとめていくので、私は今回鎖4目にしています。このようにして当ててみて自分の好みのこの幅になるかどうかで決めてほしいんですけど、キュッと締まった方がいい場合は鎖3目で、適度に緩みが欲しい場合は鎖4目、まあ、その人の手の大きさにもよりますので、ここは希望の目数で加減してください。で、私はここは鎖4目でいきました。で、まあ、細編みを編んでいます。1、2、3、4、そしてこれまで通り細をします。1、2、3、4、コマ、1、2、3、4、コマ、これで一周編んでいきます。で、まあ、今これ鎖4目なんですけど、3目4目でもいいし、3目ばっかりでもそのサイズ、希望のサイズになるようにここは調整するところですので、お好みの目数にしてください。鎖4目で編んできました。で、引き抜いて、で、もう1段ほどコマをしますので、1目立ち上がり、同じところにコマ、そしてこの鎖4目のところにはコマ編みを3目入れました。そして次のこのコマのとこにコマ、この加減も好みになっていきます。
4目に4目入れた方がいいと思われればそのようにしてもいいですし、ここはもう好みになります。私は3目でちょうどいいと思ったので3目で入れています。はい、これで一周編んできます。はい、最後のとこまで編み終わりました。そしたら細編み3目編んだとこでもうあとチェーンつなぎで留めるのでここで編み止めています。糸始末ができるほど置いて切ります。これを編まれる場合は時々手に当てて要所要所で希望のサイズになっているか確かめながら編み進めるといいと思います。で、ここの長さですね、長さも好みですし手首の方の長さも好みなので好きなように調整されたらいいと思います。それでは親指に移ろうと思います。はい、親指の方なんですけどこちらの流れからずっとつながって模様の方はこのまま模様編みを続けて編んでいます。そして反対側もネットでもいいんですけど一応ここに模様編みを入れましたのでこのやり方で編みたいと思います。ネットがいい方はここに模様を入れずにネットで鎖5目で渡ったらいいです。そしたら上下を反対にしてこちらが手首側、こちらが手先側になります。そしてここのここがずっと親指ラインの模様になります。その親指ラインのこの鎖5目が2つあるところのこの位置に針を入れます。でここに入れるとずれるのでこの間に糸を割って入れてください。入れて立ち上がりこまします。そしたらここで鎖を5目します。 1,2,3,4,5。 そしたらこの最初に渡りで作った鎖5目のところにこまします。でまた鎖します。はい、そしたら次はこの模様編みの手前の鎖の下に引き抜きをします。この位置ですね、模様編みの手前の鎖の下のコマに引き抜きをします。そして次に奇数段を編みますので2目引き抜きをします。そして目を移動します。で鎖コマ、それから親指の模様を編みます。これちょっと邪魔なのでのけますね、こちらに。これでこの模様を編みます。鎖長編み3目の玉編み鎖、もう一回。鎖、そしたらこの根元にコマします。で、この次の
鎖5目なんですけど、5目すると今度は親指なので数が多すぎるので、ここは鎖3目にします。そして次の鎖2コマで模様をもう一回編みます。表側と裏側ですね、模様を編みます。長編み3目の玉編み、鎖、そして下の鎖に細、はい、そしたら一周回ってきて立ち上がり段になりました。でこの時は反対側で鎖3目したので、ここは鎖1目と中長編みにします。最初のこの模様編みの最初のこの立ち上がったコマのとこですね、中長編み、そして立ち上がりのコマ、はい、そしたら鎖5目次のところ、鎖の偶数段は鎖5目でやっています。奇数段だけで調整しました。5目編んで最初の細に引き抜きします。そしたらまた2目引き抜きでずらします。鎖コマ、模様を入れます。そして模様段で調整するので、ここは鎖3目コマで指の裏側内側の模様を入れます。そしてここは鎖3目のとこですが、もうここで立ち上がりが来るので、鎖1目して中長編みで、はい、そしたらここでも長さを見てください。今このような感じになっています。こちらで模様がつながって、こちらも模様を入れました。これでもう終わりにしようと思うので、次はこのこちらでやったように鎖4目でずっと回って駒を入れていきます。はい、そしたら立ち上がって駒編み鎖4目2、3、4、次のこの鎖の山1、2、3、4模様の山、
1、2、3、4で、これで最初のコマのとこに来たので引き抜きします。はい、そしたら立ち上がってコマして、次の鎖に細編み3、下の細編みに細編み、はい、これで1周編みます。こちら1周編んだので、もうここで終わりになります。はい、そうしたら糸を抜いてチェーンつなぎしたいと思います。はい、今針に糸を通して、この最初の細編みの頭に針を入れます。そしてこの編み終わったところの半目、針を入れます。はい、そして絞ったらここでチェーンになって、つなぎが分かりにくいのでこれでいいと思います。これがチェーンつなぎになります。そしたらこれを裏側で分からないようにくぐらせたらいいです。で、全部糸始末をします。そしたら完成になります。で、これで左右同じものを編んだらいいです。で、もしこのサイズですけど幅が広いと思った場合には、この途中の間の鎖の面の数を変えたら調整できます。この模様のところをいじるといろいろ面倒なことが起きるので、この鎖の数を4目にしたりすると少し縮まってきます。で、手首のところだけ細くしたいとかいうのがあれば、その部分だけ細くしてもいいですし、ふわふわが良ければこのままでもいいかもしれません。アームウォーマーなのであまりキツキツよりはふわふわがいいかなと思うんですけど、この最後の留めるところだけきっちり自分サイズになっていればはそんなに問題ないんじゃないかなと思っています。それと、まあ最初のこの作り目の伸びる作り目ですね、ここができていればこのアームウォーマーはこれでいいと思います。はい、それでは今回はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。今日の一歩先を編む先編みでした。またお会いしましょう。